まっちゃんねる。こんにちは。こんにちは。元力士がいろいろな裏話を得ながら大相撲の世界を伝えするまっちゃんねるです。私が元幕下力士松武蔵です。アシスタントの陽武蔵です。このチャンネルでは皆さんからいただいた大相撲に関する質問にズバリお答えしています。先日、はい、来場所の予想番付なんかを、ね、うん、ね、作りまして、はい、まあ、本当にね、いろんな方からいろんな意見いただいてます。そうね、うん、で今回はね、分かんないところがあって、うん、またこれがね、楽しみがあるね。そうですね、うん、それに関係してなんですけれども、はい、平戸海のことについて質問が来てるんですけどね。平戸海は名古屋場所では10勝したのに、うん、関脇が詰まっていて関脇には上がれませんでした、うん、それでいて今回1点の負け越しだからといって平幕に落とすのは気の毒な気がします、うん、何か救済措置はないのでしょうか。あ、これね、何人かの方から同様の質問をいただいてましてね、うん、今回私たちの東の小結び8勝7敗の大栄翔関脇じゃないかと予想したんですが、うん、はい、こういう8勝で上がれる時もあるのにっていうようなね、コメントもたくさん。そうね、今の意見を改めて聞くと、うん、そう思うね。10勝で上がれなかったのに、うん、1点の負け越しで落ちちゃうというね、うん、上がれてたら1点の負け越しぐらいだったら小結びに止まるね。うん、そうですね、まあ、それでね、平戸海は本当にキビキビした力士ですのでね、はい、それでやる気なくすとかそんなことはないと思うんですけども、うん、まあそういうね、心配もしてる方もいらっしゃるんですね。ああ、でもそういうのはね、まあ、力士全体に番付はもう番付、うん、決まったらそこで決まるし、うん、平戸海見てても、うん、あそこの師匠見てても、うん、番付編成で決まったことだから、うん、くよくよするんだったら、うん、次のことを考えなさいということをね、うん、境川親方は言うと思うね。そうですね、うん、それでね、救済策はないんですかっていう質問もあるんですね。救済っていうとどういう、うん、例えば先場所に受賞したんだから、もう関脇が何人になろうが関脇に上げとけとかね、うんうん、それからまあ先場所の貸しがあるから、うん、今回は落とさないでおくとかね、そういう救済措置みたいなルールがあってもいいんじゃないのかっていう。まあね、もうそれ言ってたらキリないよね、うん、まあ私もね、そう思うんですよ。その番付のうんふんっていうのももちろんありますしね、うんうん、だから何勝上げたら全員関脇ねとかね、全員小結びねって言うと、またこれ番付の値打ちがなくなってしまうような気もするんですよ。そうですね、まあまあ基本は、うん、関脇小結びは東西1人ずつ、うん、筆頭も1人ずつ、もちろん、うん、救済救済救済残してたら、うん、番付じゃなくなってくるようなね、うん、そうなんですね。と思うのは、はい、まあ、試験でも種類があります。定員が決まってて、はあ、どんだけみんなが成績優秀でも落とさざるを得ないような試験もあれば、はい、うん、例えばソロ版なんかはね、1級の試験80点以上取ったら全員合格です。だから1級1回取ったらもうこれから先はずっと1級ですって名乗れるわけじゃないですか。でもお相撲さんはそうじゃなくって、他の力士との兼ね合いで上がったり下がったり、ここが面白いところかなとは思うんですよ。そうですね、先ほど言ってた点数を取ったらもうそこで次の位に上がれますよっていうのは上限がないから、人数に、うん、まあ、そうですよね、うん、例えば何かの試験でも100が定員ですよって言ったら、うん、101番目落ちるん、まあ、大学入試なんてそうですね、うん、基本的に、うん、99番目100番目101番目っていうところは本当微妙の差かもしれない、うんうん、それでも定員っていうのがあったら落とされる、うん、まあ、それに近いのかな。一回上がったらしまいじゃない、毎場所のように変わるっていうところに、うん、お相撲の醍醐味があるのかな。でもあの小結びの力士が巻き越して、うん、してきた場合は、うん、いなかったら割とラッキーって言ったらあれなんだけど、うん、ポンって上がっちゃったっていう力士も過去には何人もいると思う。まあそうですね、うん、定員割れだったからラッキーで合格したっていうような試験の中にはあ、そうだね、うん、それでね、こんな質問も来てるんですよ、はい、ありがとうございます。あの、うん、関脇小結びって実はお給料一緒なんですね。あ、そうですね、うん、関脇小結びのお給料が一緒というのもおかしいんではないでしょうか、やはり差をつけるべきではないでしょうかというご質問。あ、なかなか力士に優しい方たちですね、うんうん、まあその平戸海に関してはどっちみち給料は一緒だったって言えばそれまでなんですけども、あとはもう気持ちの問題ですよね。気持ちとね、あの関脇っていう
地位だよね、大関を狙うという地位でもあります、ね、うんうん、まあ、あの引退して元関脇って言われる力士と、うんうんうん、元小結びって言われる力士と、じゃあ同じ親方でも、うんうん、やっぱり自分の名誉というか、うん、ですね、うん、それでね、なんで一緒なのかなっていうのをちょっと私なりに考えたんですけども、はい、あのね、序の口とじお値段っていうのも手当て一緒ですよね。そうですね、うん、これは一緒です ね、それで服装とかもね、いろいろ3段目に上がったらセッタが履けるとかあっても、うん、序の口とお値段には差がない、うん、これね、前にもお話ししたように、はい、序の口から序二段にっていうのは負け越しても上がる可能性もあるじゃないですか、うん、それで小結びと関脇っていうのも、ね、もちろん最近みたいなね、関脇が詰まっていて、ね、誰が関脇っていうような時もあるけども、うん、小結び通り越して関脇っていうようなケースも、あ、前はあったよね、ないですか、うん、関脇っていうのはもちろんね、難しいんですけども、うん、まあ、たまたま小結び通り越して上がるっていう可能性がある地位だから、うん、だからその小結びと関脇っていうのは一緒にしてるのかなっていうふうに思ったんですけども、まあ、私の中では別にね、うん、ああ一緒だったんだっていう程度で、うん、何や一緒だったのかっていうような感じではないね、うん、もうこれは給料だけの問題じゃない、うん、まあもちろんそうですよ、うん、元関脇と元小結びでは見る目が違うわけじゃないけども、うん、あ、この方は関脇まで行ったんだ、うん、先ほど言われて飛び越えて関脇になる力士って稀にしかいないんですよ、うん、やっぱり小結びで成績を上げた力士が関脇になる、うん、三役に上がって勝ち越しとか、うん、した力士しか上がれない地位が関脇で、うん、そこで大関っていうね、目標が出てくるんだろうけどね、うん、だからこそね、差つけたらどうだっていうことだと思うんですよ。やってる人たちは、うん、なんや関脇でも同じ給料やから、うん、もう俺小結びでいいよとか、まあそうは思わない、お前給料上げろっていうものを言える時代になってきてるから、うん、言ってもいいんだろうけど、うん、まあね、やっぱりもうこういうのは長い間の慣例でやってると思いますので、どうだろうね、給料は一緒だけど、うん、なんかの手当が違うとかね、一般人でいう基本給は小結び関脇は一緒やけど、うん、三役の手当、うん、場所手当が、うん、微妙に違うとか、うん、そういうところは、まあ、違うかもしれない、うん、あ、そうですよね、うん、持ち給金とかいうのありますよね、うん、そういうのはもう違うのかもわからないです。お給料だけじゃないですからね、いろいろ周期があったりとかもありますので、うん、やっぱりそういうところでは差が多少ついてくるかもわからないですよね。給料問題はもうほんとね、2の次3の次4の次なんですよ、うん、差がつけてるのかもしれない、 そこはちょっとわからない、私ももらったことないからはい、いかがでしたでしょうか。まあ、チャンネルでは皆さんからの質問をお待ちしております。本日もありがとうございました。またお便りお待ちします。